水陸両用作戦、水陸両用作戦、水陸両用作戦は近代戦争における作戦形態、戦闘競技の一つ。陸地に対し海などの水域を越えて戦力投射を行うことを目的とする。アメリカ海兵隊の中佐によって1920年代に提唱された概念である。上陸戦 上陸作戦と同義に用いられることも多いが、水陸両用作戦の方が、上陸戦よりも広範囲な意味を含む。アンフィビウスはギリシア語に由来し、水陸両生の動物、両生類イコールアンフィビア、植物を指す語である。水上、海上から上陸を行い、進行する事例は、紀元前12世紀の古代エジプトが地中海の、 島々やヨーロッパ南岸の居住民から攻撃を受けていたという記録が残っている。また、トロイア戦争などでも艦隊から浜に兵を上陸させ、陣を敷いている。ジュリアス・シーザーによるイギリス侵攻、バイキング、現行、スペイン領に対するフランシス・ドレークの襲撃など、上陸戦の例は成功例、失敗例ともに枚挙にいとまがない。 1920年代から1930年代にかけてアメリカ合衆国と日本との間で戦争が起きることを予想していた人間はほとんどいなかった。実際、1921年にはワシントン海軍軍縮条約も取り交わされている。しかしながら、西太平洋にはマーシャル諸島のような日本の委任島治療があり、そこに日本軍が前進基地を作った場合、アメリカが 全身基地を持っていたグアムやフィリピンとのルートは分断さ、アメリカ海軍の優位性を損なう可能性があった。その時期にアメリカ海兵隊にはなどを中心に、頭上演習、艦隊演習、士官教育などで高速空母と艦載機の連携による従来の大環境法主義を調る攻撃力を持った独立部隊の構想と海兵隊によって全身基地を奪取する。 水陸両用作戦の構想が生まれてゆく。1921年、海兵隊司令部戦争計画課に所属する R. ハンコック・エリス・チューサは、ハワイ、グアム、フィリピンといったアメリカの前身基地を防衛しつつ、日本が保有す前身基地を奪取し、日本や中国に進行する研究論文、ミクロネシアにおける前身基地作戦を執筆する。 エリスがこの作戦を遂行するために提唱した概念が水陸両用作戦である。水陸両用作戦と同じような考え方はエリス以前にも存在するが大規模に実施された例はほとんどない。例外として第一次世界大戦でのガリッポリの戦いがあるが水陸両用作戦の考え方が未成熟であったために作戦は失敗している。このため当時は 水陸療養作戦は不可能という認識が広まっていたが、エリスはガリポリの戦いの失敗を教訓として水療養作戦を発展させていった。エリスの論文は第13代アメリカ海兵隊総司令官によって正式承認され、アメリカの対日作戦の基本となるオレンジ計画の元となる。第二次世界大戦で海兵隊は何度も水陸両用作戦を実行し、 その度に作戦を洗練し、洋島や沖縄への上陸作戦へとつながっていき、水陸両用作戦による全身ピチダッシュのドクトリンと技法を話していった。第二次世界大戦終戦後は、水陸両用作戦の不要論も広まったが、朝鮮戦争に蹴る二川上陸作戦、1950年によって有効性は発揮されている。なお、ベトナム戦争においては、 戦争の形態が水陸療養作戦とは異なっており、海兵隊はヘリボーンを考案し、実践していくことになる。水陸療養作戦は、下記の3種類に分類できる。水陸療養作戦は、下記の4種類に分類でき、また、近年は5種類目のカテゴリーが重要性を指摘されている。教習は、水陸療養作戦で最も知られるカテゴリーである。 敵の勢力下にある海岸に対して、自軍の軍事力を上陸させ、拠点を構築するために実施される。著名な例として、ノルマンディ上陸作戦などが挙げられる。襲撃は、強襲と似ているが、上陸部隊の撤収や収容が計画に織り込まれている点が異なる。ディエップの戦いのように、不評一個手段が導入される、大規模なものもあるが、 小規模な戦力投入で実施されることが多い。襲撃の実施目的は多様であり、敵に損害を知る、情報を入手する、陽動、特定の個人や軍事的に重要な装備品などを確保するといった目的がある。撤退は、自軍や物資、民間人を撤退させることを目的とする。事前に計画された作戦の場合もあるが、 緊急事態として実施される場合もある。弾ル力の戦いなどが著名な例として挙げられる。G は敵を疑瞞したり、陽動するため、あるいは自軍の力を誇示するために用いられる。その他の作戦への支援は災害派遣や人道支援活動を目的とした作戦である。1990年から2010年にアメリカが実施した107回の水陸療養作戦の 中で78回の作戦が本カテゴリーに分類されている。水陸両用作戦は通常陸戦、特殊作戦、上陸作戦、ヘリボーン、そして航空作戦の戦術を採用した複合的な統合作戦として行われる。水陸両用作戦を含めて20世紀における地上戦の後大戦術革新と呼ばれる戦術は以下の通り、 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。